皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回ですね、トミカの今月の新車を3台買ってきましたので紹介します。えー、6月の新車ですね。なお、この動画は買ってきたものの紹介なので、後日開封動画をアップしていきますので、楽しみにしていてください。それでは、早速紹介していきます。まず1台目です。ナンバー30番の日のレンジャー重機搬送車です。こちら、初回特別仕様ですね。 アクションはスロープ稼働、重機積み下ろし、重機アーム稼働です。ボディカラーは緑ですね。まあ、ちょっと青っぽいような緑色のような感じですね。続いて2台目ですね。ナンバー30番のヒノレンジャー重機搬送車です。こちら通常バージョンですね。で、アクションとキミックはスロープ稼働、重機積み下ろし、重機アーム稼働になります。で、ボディカラーは赤になります。 で、3台目がナンバー46番のダイアツキャストになります。で、スケールは58分の1で、アクションとキミックはサスペンションと後部ドア開閉になります。で、ちなみにボディカラーは緑と黒と白の3色になります。以上のこの3台が今月の新車になります。まあ、6月の新車ですね。後日開封動画をアップしていきますので、楽しみにしていってください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。